はい。では、ひらがななのね、説明していきます。な、まず一つ書きます。右上がりね。ボールペンでもね、一つ書きます。で、なの元の字、奈良のな、どういうふうに崩れてきたかというと、こういうのがこういうふうになりまして、今の何左、しっかりして、ここももちろん右上がりね。動きながら入ってきて、右上がり。で、左に出るね。で、必ずこういうとこも繋がってくるように。急に、こんなところに点打たないよね。上に。全然繋がらない線にならないように。元の字がありますので、必ずこう、柔らかく繋がってくる。柔らかく繋がるように。で、ここね、少し空間できるように、ね、左右に大きくと。で、こういう回すところ、ね、三角に回すように。少し硬く、これぐらい硬く、最初練習してもらっても構いませんので、これを柔らかく書けるように練習してください。最初硬くても構いません。柔らかく、ね。この部分広くなるようにと、つながっていくように。では、7の説明終わります。